furious. I'm too fast for y'all, man. Drive too fast. Drive too furious. Oh, I'm too fast for y'all. Oh, you just came home from doing a bid. Tell me what you gon' do. Act a fool. Somebody broke in and cleaned out your crib. Boy, what you gon' do? Act a fool. Just bought a new pair and they scuffed your shoes. Tell me what you gon' do. Act a fool. Now them cops trying to pull you. オートショップトペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成3年式トゥデイ QXI 走行10万2600キロです。はい、まずは外装からのご説明です。まず説明に行く前ですね、ちょっと個人的な感想なのですが、昔現役って言ったらおかしいですけど、街中走ってるのをよく走ってる時ですね、これ見てたら可愛いなっていう僕の中ではジャンルの車だったんですが、今レースに出てきてかなり速い存在で認識してますので、もう今はちょっと怖いなっていうイメージの方が強いですね。で、よく見るとかなり低いですし、実際乗った感じもですね、かなり低さ感じてですね、幅もなんか広く感じてですね、なんか走りやすいなっていう感じの車ですね。で、ちょっと個人的な試乗はそこまでとしまして、状態の説明ですね。これまずフルノーマルになりますね。で、状態いきます。まずフロントバンパーですね、ちょっとこことですね、ちょうどライトの下に2箇所、加工穴ありますね。で、ボンネットはですね、ちょっとこの前面に数箇所へこみがございます。その他はですね、色あせとかもなくですね、綺麗な状態を保っていますね。で、右側面はですね、リアフェンダーに数箇所ちょっとエクボへこみがあります。そんな深いものではないですね。ここにトン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 ってありますね。で、リアはここですね、ここにちょっと、へこみ傷っていうかですね、ちょっとそんな感じがあります。あとタッチペン跡とかですね。で、角とかは特にないですね。で、左側面はですね、フェンダーアーチのここと、給油リッドのここですねに、タッチペン跡がありますね。で、ちょっと細かいこと言いますと、ここら辺がちょっと色あせてたりとかですね、ちょっと向こう側もすいません、ちょっと先ほど説明不足でしたが、こういったところにちょっと色はげとか、これに色あせがありますね。あとすいません、バンパー1箇所傷がどっかあったんですが、ここですね、傷タッチペン、ここもですね、ここもです。ただ全体的にですね、ツヤはまだしっかりありましてですね、かなり綺麗な好印象を受ける車です。以上、外装のご説明でした。はい、続きまして内装のご説明です。車外品はですね、このハンドルとシュートノブとかぐらいですね。その他は、ノーマルになりますね。試行シートとかもですね。で、これもうここ映したら分かる人は分かると思いますが、エンジン12バルブエンジンの、ものになりますね。ですので、タコメーターがあります。それとですね、今の車ではわざわざ説明するものではないんですが、パワーウィンドウちゃんとついてますね。はい。で、状態ですね、これかなりいいです。ダッシュボード映しますね。このように特にひどい色あせだったりとか加工穴、そういったあとひび割れとかですね、そういったものはないですね。で、ちょっとすいません、そのハンドルの状態言ってなかったですね。ツヤ感はありますがですね、大きな破れっていうのは特にないです。ちょっとここら辺が削れてるとかありますがですね、状態ですね。握った感じも運転しやすい感じの形状の、さすがモモっていう、ハンドルです。で、特筆すべきシートですね、破れはないですね。ここら辺に少し、削れみたいな感じがあるぐらいですね。で、へたりもですね、ほとんどないです。すごくしっかりしてます。運転席がこうですので、助手席はもちろん状態ですね。で、リアも、ご覧の通りですね。で、トランクルームいきますね。意外と広いです。これちょっと今ボードついてますけど、
溶けたら意外と物詰めると思います。でこうまあこういったボードも意外とまあ昔らしさを感じてなかなかいいんじゃないですかね。でこうゲートの内側とか見てもですねかなり状態いいです。ここでよく傷だらけとかなってる車とか見ますがご覧の通り状態ですね。はい、以上内装のご説明でした。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。内装の時にもちょっと触れましたが、12バルブエンジンですね。でこのタペットカバーが黒いのもかなりかっこいいですね。ちょっと全体映します。はい、で、状態ですね。もうこれ、下回りもそうですし外装内装とですねかなり状態です。まあ、細かいことは言いますと、このちょこちょこしたこうネジ回りの錆とかはもちろんございますが、例えばストラップの部分とかですね、まあ、この見にくいと思いますが奥の方とか見てもですね、ちょっとここから映しましょうか。ちょっとホースが邪魔でピントが合いませんが奥のこう白いとこですねとか見ても、かなり状態いいです。まあ、かなりこれちょっと詰まった感がさすがホンダらしい感じなのでなかなか奥の方まで映りませんがですね、パイプ類とかですねそういったホース類とか見ても状態もいいですね。はい、以上エンジンルームのご説明でした。はい、最後に下回りのご説明です。まずですね、こちらの車両ですね、特徴 4WD ですね。フロントデフからリアデフですね。で、各部の状態ですね。で、昔の軽自動車ってですねなんかいろんなとこが作りが良くてですね、まあ、例えばちょっと後で触れますがフロアのとことかですね、まあ、こういったフロントデフのこのガードとかですねこういった細かいのもちゃんとついてるっていうのがいいですね。で、フロント足回りとかノーマルになりますね。こっち右側ですね。で状態ですね、特に、腐食とかはありませんね。で先ほど触れたフロアですね、このちょっと色が黄土色に見えるのがですねちょっと寄ってみます。こうやってなんか、防音を兼ねたですね、コーティングというかですねちょっとふかふかちょっと爪が刺さるぐらいのですね柔らかい感じのなので、それのおかげで、腐食サビとかは特に見受けられませんね。で、リアデフですね、先ほど触れたやつですね。でリア足回りノーマルになりますね。でこちらの車両は修復歴ありということなのですが、このリアのこの一番後端ですね、リアパネルっていうんですけどそちらですね交換入って、フロアの修正が少し入ってます。場所としてはもう完全なこの後ろのここになりますので、走行に支障がある部分とかではないです。で綺麗になってますね。はい、以上下回りのご説明でした。